これだけの戦力でどこまでやれる。行動開始する。援護するね。敵撃破。なんてやつだ。逃がしはしない。お前は運がない。やった、これで進める。
が丈夫なんだよね。行動開始。当たって。行動開始する。当てる。仕留めた。よくやった。負けてられないな。慌てる必要はない。俺のためだ。あっちが上か。行動開始する。慌てる必要はない。そこだ。敵撃破。負けはしない。当てる。仕留めた。いい流れだ。行動開始する。当てる。仕留めた。向こうにもあんな奴がいたとは。行動開始。逃がしはしない。問題ない。外さない。行動開始。外さない。たった4人で本当に勝つなんて信じられないな。まさかここまでうまくいくとは。セブン、お前は一体何者だ。反逆罪を犯した懲罰対象者だとでも言えばいいのか。君が怒るのも無理はない。これに関しては俺が悪い。すまなかった。どういうことだ。俺は君に隊長の座を押し付けようとした。俺に限らずこんな部隊の隊長なんか誰もやりたがらないからな。それはわかる。一つだけ教えてくれ。なぜ君はたった4人でも戦おうと思ったんだ。逆に聞いてもいいか。なぜ戦おうと思わないんだ。え？
どうして最高の結果を求めようとしない。逃げて何が生まれるんだ。目の前にある問題を自分がどう解決していくか、それを追求したくないのか。逃げた先にもっといい答えがあるのか。ないと思う、俺は。セブン。君はそういうやつなのか。俺はおかしいのか。いや、おかしいのは君じゃない。セブン、やはり君が隊長にふさわしい。俺は君の指揮で戦いたい。改めて、俺はシックス、名前はグスルグだ。よろしくな。名前を？ネームレスではナンバーで互いを呼称するのでは。規則ではそうなっているが、自分が認めた相手には名前を教える。それがネームレスの流儀だ。覚えておくといい。わかった。クルト・アービングだ。よろしく頼む、グスルグ。あの、セブン。どうした、サーティーン。いえ、あの、指揮、見事でした。すみません。彼女はナンバーで呼んだ。まだ俺を認めていないということか。エースはまた無視か。この部隊が抱える問題は多いようだな。だが俺は上を目指す。結果を出して正規軍に戻る。他の道はない。